お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、新環境になりましたっていうわけで、こちらのデッキを紹介していきます。で、この2枚ですね、大きく変わったのが、ゴブリンの小屋とスケルトンバレルが、ステータスをなんかいじってみたって感じで、こう修正が入ったんですけど、ぶっちゃけ強化ですね。この2枚が、強化で、スケバレはね、結構ぶっ壊れぐらい強いんじゃないかなとね、思ってます。その辺もね、話しつつやっていければいいかなと思います。で、マジアチャが、下放されたと言ったところで、マジアチャは多分ね、ほとんど見られなくなると思います。と思ったんですけど、なんか、こう、ゴブリンの小屋とか、スケルトンバレルって、マジックアーチャーに弱いんですよね。なんで、こう、ゴブリンの小屋とか、スケバレが、僕的には結構流行ると思ってるんで、逆にこう、流行ったら流行ったで、マジックアーチャーがまたこう、影でね、活躍してくるのかなと思うんですけど、マジアチャー結構弱いですね。射程がこう7から6、マスケットと一緒の射程になっちゃったんで、ちょっと弱いですね。なんか、総合的にね、弱くなりました。貫通は結局射程はあるので、端から相手のユニットちょっと近めならね、射抜いてダメージ稼いだりとかできるんですけど、やっぱユニット同士のぶつかり合いの時に、ね、こう、先にマジックアーチャーだけ一方的に攻撃できたのが強みだったのに、それがほぼね、同タイミングとかに攻撃するってなると、またなんか、っていう感じではありますね。なんか強みがちょっと消されちゃったっていう感じですね、マジックアーチャーの。なので、僕的にはもう、お別れかなっていう感じなんですが、代わりにこのスケバレね、これがめちゃくちゃ速いですね、これ。飛ぶのが速くなったことによって結構こうメリットというか強くなったところがあって、こうカウンターでつけた場合にスケバレがちょっと遅すぎたことによって、こう今までね、スケバレ遅くて他の結局カウンターしたいのにそのユニットがタゲ取られちゃってとかがあったんですけど、よいしょ、飛ぶのが速いからこそちゃんとねターゲットを取ってこう蓋になってくれるのが、強み。そして、個人的大きな強みがですね、よいしょ。これも五分でいきますか。早くなったことによって、タワーに届きやすくなったんですよね。これがね、マジでかいと思ってて、てか、こういうね、壊れた時の3体も強いですね。リガつなげるだけで、相手にユニット咲かせられるんでね。そう、タワーに届きやすくなったっていうのがでかいですね。破裂ダメージがあるんですよね、スケルトンバレルって。これエレキで来るからね、一回ステイします。そう、タワーへのダメージがあるので、で、マルチだと、カウンスだと160かな。で、普通の大会でも110かな。普通にグラチャルとかのレベルでも110、相手にほぼ角でタワーに届くんで、確定ぐらいのダメージ与えられるんですよね。110の確定ダメージってこう、よく考えた時に結構えぐいんですよね。マジぶっ壊れぐらいだと思いますね。しかも、そのダメージだけなら、あれなんですけど、ダメージ与えつつ、相手に絶対ユニットを咲かせられるんですよね。だってスケルトンバレル無視したらめっちゃダメージ受けるじゃないですか。なんで、相手にユニット引き出させることもできますし、しかもタワーにね、確実にダメージを稼いでいくっていうのが結構えげついんじゃないかなと個人的には思ってますが、っていう感じですかね。ああ、やばい。これ目が見えてきたらちょっと怖いですね。相手のなんかね、デッキがエッチすぎてちょっと怖いんですね。ですが、耐えます。耐えて、このベビーを処理して、あとはディガーで削ります。で、この勝手にゴブリンがやっぱ溜まりますね。この五分小屋から出てきたゴブリンがいい感じに活躍してくれて、気づいたら、あんって感じですね。雑っていうか表現ができないんですけど、なんか、量のご利用しにができるようになっちゃいますね。はい。そんな感じですかね。スケバレは、逆に速くなったことによって、どうだろうね、ダメージ、施設とかで受けてきたら、ダメージは通らないんで、逆に施設を咲かせられるっていう部分でも、強いかなとも思いますし、逆にインドラとの相性が良かったんですよね、スケルトンバレルって。移動速度ほぼ一緒ぐらいで、インドラの前にスケルトンバレルがいるのをよくこう、想像できるかもしれないんですけど、なんか、インドラの負担にやっても先にピューンってね、早すぎていっちゃうんで、インドラとは組み合わせがちょっと悪くなったのかなと思いますけど、
まあ、コウモリであったり結構いろんなユニットとすぐ組み合わせやすくはなったんじゃないかなと思いますね。カウンターにもはいつなげやすいですし、あいつショテロフがやんちゃっすね。まあ、これはとりあえずつけましょうか。つけて、わークエイク防衛出た。ミニペディ、あれだ、ディガ入り。うわ、うめえ。スヌヒースピうめえ。あの、ロイフグマジアチャの最強デッキのマジックアーチャーが加砲されたんですけど、なんかディガ入りの代わりにマジックアーチャーがロケット星になった方が、なった方があるんですよね。もしかしたらそれっすね。ああ、マジックアーチャー来い。結局。ああ、この人はね、もう許さないです。許さないことはないんですけど、どうしてもやっぱマジアチが好きなんでしょうね。そう、もうそういうね、こう環境とか関係ない人はね、倒したいと思いますね。環境できてね。こうやって勝つことによって、わあ、もうマジアチは終わりだっていうのを思い知らせます。これだってもう絶望じゃないですか、これ両方。だって、どっちにもスペル打ちたいじゃないですか。で、頑張って防衛してもダメージ入る。いや、これがね、やっぱ強いですね。スケバレとは逆サイドのディガーギャングとか、まあギャングとか、そういうのがね、結構強いですね。これも踏んじゃいます。で、あれ無視っすね、逆サイド。で、相手のスペルなんかわかんねえな。よいしょ。で、ミニペッカとかで対応してくるのを防ぐアイゴレ。まあ対応してきても速攻処理できる。で、これにスケバレをちょっと早めのね。あ、ウッド裂いた。ウッド裂いたらもう、あれじゃん、バイバイ。しかも、ザップ打って、タゲを変えて、さあ、インドラササリゲーミング。グッドゲームですね、これは。あの、ゴブ声がね、やっぱ結構強いっすね。スケバレも強いんですけど、やっぱ壊れた時の3体がいることによって、あの、陸がやっぱ薄いイメージがあったんですよね。こう、ゴブ声って、まあ、プリンスとか、まあ、ミニペッカとかに結構壊されたり、なんかそういう感じのイメージが僕の中では結構あったんですけど、やっぱこう3体出てくると壊れた時の安心感ですよね。ああ陸受けまだあるしっていう風にもなりますし、まあ、バルーンですね、バルーンを誘導した時に、まあ、ゴブが壊されたらもう終わりみたいなのがあったんですけど、壊された後にやっぱ出てくるので、ヤリゴブリンたちがね出てくるので、ここ安心してね、ミニペッカも見とけられますし、バルーンも破裂した瞬間にすぐヤリゴブリン3体がバルーンを殴るんでね、ちょっとそういう陸にもだし空にもなんか熱くなったっていうのは結構でかいと思いますね。防衛が非常に硬くなったイメージがありますね。といった感じで、まあ、マジアチャウッドクエイクに勝てたのはでかいですね。めちゃくちゃ折ってくる最強な折り。はい、っていうわけで今何戦した ?2000 かな。しかも今なんかね、ちょっとトロ高いですね。微妙に101位。シーズン序盤にトロ上げするのはめっちゃ久しぶりなんですけど。まあトロ上げしてるわけじゃないんですけど、まあゴブガヤとかスケバルとかいろいろ触れてやってるって感じですね。なリーグでもすごい見られそうですね、これは。ゴブガヤデッキもだし、スケバルとか、まあメガナイトスケバルのあのテンプレデッキとかね、結構入れそうなイメージがありますね。まあね、自分も練習しつつ、対策デッキも準備しつつかなっていうのはありますね。はい。ちょっとまた面白い環境というか、やっぱクララこうずっとね、回ってるんで、何かが流行ったらそれのメタが出て、それが流行ったらまた違うメタが出てって回ってるんで、ゴブ小屋が流行ってる環境もまあ、1年ぐらい前かなとかまたあったと思うんで、ちょっと懐かしいですね。よろしく?で、マジアチャいなくなると、僕ガゴ群れ大好きなんです。ガゴ群れ、あれなんか小物系結構好きで、ギャングとかコウモリとかもすごい好きで、まあガゴ群れがマジで大好きなんですけど、ガゴ群れも最近マジアチャのせいでもうね、チンカスだったんですよ。あれ本当にあんま言いたくないんですけど、もうなんか使ってもあマジアチャに射抜かれてっていうような環境だったんですけど、ちょっと変わりましたね。それがね嬉しいですね。ガゴ群れをまた使える時が来たっていう。タルファブか、これでユニットいい感じに咲かせて、相手スケラっすね。タル遅延か、あ、エレキワンチャン来ますかね。エレキワンチャン来るかと、あ、待って、やべ、竹が下手くそ。これメガナイト出せばよかったっすね。メガナイト出せば、ババも処理できて、うわ、ミスった。うわ、ミスった。で、これ多分エレキがあるんですよ。ミスった。メガナイト出しておけば、あ、まだ開いたか。まあまあ、相手スケラだと思いますね、スケラ。だと思います。
これちょっと一回飛ばすとか、うわ全然違った、待ってやべ、これちょっとあれっすね、あのおしゃれに防止します、ちゃんとメグナイトで、あ待ってライドラの竹取れてね、ライドラの竹取って横から殴ろうと思ったんですけど、あーまあオッケーオッケー、これはねでかい、処理できたのはでかいっすね、しかもライドラを割いた後なんで、ここのメガナイトにゴミンドラお願い、耐えろ耐えろ、ちょっと耐えろ、ちょっと耐えろ、ちょっと大変かい、まあ、でもこれですね、もうこれでよいしょ、これだってもうウッドそっちに使いたいけどタレバボカ使っちゃうと止まんないし、でエレキが落ちてくるかな、エレキ落ちてくると、エレキないのかな、あライドラドラだ、ドラドラだ、俺があのリーグで使ったやつだ、一緒一緒一緒、あの見てフィーバー起きてる、これフィーバー起きてる、これもうね行った方がいいですね、これ勢いってやっぱ大事ですね、もう勢いでもうどんどん行っちゃう、どんどん行っちゃう、どんどん行っちゃう、もうライドラとか関係ないですからね、エリアドのゴリ押しですね、あー止まんないですねこれはっていう感じなんですけど、まあ相手がちょっとまあ攻めすぎましたかね、あれはさすがに、で確実にまあダメージ多分おられたものの、まあそれをねエリアドにして倍返しだって感じですね、懐かしい、はい、なんか80位、いや調子いいですね、謎にというわけで、しかもね、ラットワーカー60何位かフィニッシュしたんですけど、こっちの砂漠も84行ってて、そうなんですよ。本枠8500で、砂漠8400で、こっちもなんか95位でね、202桁フィニッシュで、結構嬉しみがね、あります。といったところで、このデッキは僕が結構のおすすめなので、よければ皆さんも参考に、してみてください。といったところで、まあ今日終わろうかな。こんな感じっすよね。あとなんか話すことあるっけ？まあ、ヒールがヒールスピリットになったぐらいですね、本当に。まあ、そんなもんかなと思います。では、終わります。チャンネル登録とね、高評価とコメントもね、お願いします。ちょっと気分いいな。もう一戦行ってもいいんですけど、まあ、いっかな。といったところで、終わりにしたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。